カブス7、6ロイヤルズ、オープン戦、日本時間17日、スローンパーク。カブスの鈴木誠也外野手は16日、日本時間17日、ロイヤルズとのオープン戦に、2番、右翼、で先発出場し、今季初の1試合2発をマークした。初回の第一打席で左中間2号ソロを放つと、 4回の第3打席では左中間へ特大の3号ツーラン。6回の守備で途中交代。3打数3安打3打点の大活躍を見せ、打率440、オプス1.401に上げた。初回一し、右腕らイルズの甘く入った変化球を捉え、低い弾道で左中間の芝布席へ。6日、どうなのか、のエンゼルス戦以来、 5試合ぶりの一発。ベリンジャー、ゴームズは左中間1号ソロを放ち、三者連発を呼び込んだ。3対3で迎えた3回戦闘ではライルズの内角球を中前へ打ち返した。14日、同15日のアスレチックス戦に続いて2試合連続のマルチアンダ1-5、ゴームズの打席では2投を決め、 オープン戦2個目の投塁をマークした2点リードの4回2試1塁では右腕マーシュの内角球を振り切って左中間芝布席の上段へ打った瞬間に本塁打とわかる特大な3号ツーランだった地元ファンがガッツポーズするなど大盛り上がりだった。